マガジンチャンネル俺は当の凛高校2年1年前に上京して下宿生活を始めた <laughs> よしま子さんご飯できましたよそんな俺には一つ悩みがあるそれはおはよう凛この人と同居していることだ 痩せ我慢ご飯ご飯の前になんか履いてください風邪ひきますよお子様にこのナイスパリーは刺激的かにゃ風邪ひくっつってんだわかったよもうお茶取ってきますね刺激的すぎる <laughs> 発端きっかけはこのアパートに越してきた時の。 うちに一緒に住んで孫の面倒を見てくれれば家賃いらないよイエス大家さんの甘い言葉だった孫ですこれから学校だから帰ってきたらお話ししよう一目惚れだった月から金まで入居日お邪魔しますこんな美人と同じ屋根の下と思ったがどっこい 家では蝶のつくダメ人間だったマー子さん起きてください部屋片付けましょうようーあとはいつか平日いっぱいご飯粒同居して1年マー子さんとの仲は進展せず家事スキルだけが上がってしまった今日もご飯美味しいそりゃどうもあご飯粒 あんた子供なんだからあんたに言われたくない反射食べた食べた食ってすぐ寝たら牛になりますよよっこいなあ,あえ、なにうーん寝れる寝るなっつってんでしょじゃあいいよもうあこ反射で注意しちゃうなはあ 簡単に上に乗らない方がいいですよ俺だって男なんですからね何を今さらそりゃ男の子でしょ全然わかってない壺少しは羞恥心持ってくださいよ子供相手に何を恥ずかしがるのさ <laughs> さてゲームゲームぎょ <laughs> それは恥ずかしいのかよ誘惑布団干すんで貸してくださいあちょやだあなら一緒に布団でゴロゴロしようよこの子の良さ分かるからマジででもダメえー、真実畜生みんなんて年上お姉さんと同居してドキドキの腐れ童貞のくせにフン<ん> ええ、バ,ーバーカーカ子供か勇者だものたくこの人はたまにはさ一緒に掃除してみません今忙しいゲームだろ世界の命運がかかってるんだよゲームだろむしろ凛リンが私に協力するべきだよ何言ってんだあんた決死おしっこ言わんでいいよっかいあエンカウント ペットボトル取って謝るなぁ声、うん…へぇそこそこ <laughs> もういいっすかうーん、うん、ありがとね前かがみ…無自覚この服も洗濯してうん、じゃあ着替えてくださいよ へいへいほーん、バカバカバカ脱衣所で着替えろえこっち向くなはーい。身がもたん。あーん。夕飯ですよ。ゲームやめて。あーん。お行儀悪いちぇ<ー>たく人の気も知らないで。はい、あーん。孤独なにそのスタイル脅迫。食べたら。 と,っと,と風呂入ってくださいうーん一緒に入ろっかなんか言ってるたまには進行法でかせなってそれぐらい頑張れよ家賃取っちゃうぞう<ー>それでもダメ差し入れ少しは意識してくれんかねあ、ま、の人リンん入るよ待て待てマジかこの人何がシャンプー切れそうだったでしょ のぼせたははいにしてもいやーリンがうちに来てもう1年かなんすか急に早く18になって嫁に来てね行くかつーか嫁かよバカ言ってないで寝ますよえ私ゲームやらないと寝ろ 家に来て1年か隣で寝てて未だにドキドキするんだもんな。